雪村修慶、作の旅道、貧図旅道、貧旅道品は、中国の代表的な仙人である八仙の一人。名は、岩といい、ホラ貧は字である。号は順用字。順用新人とも呼び、あるいは単に領祖とも呼ばれる。民間信仰の対象となり人々に敬愛されたことから、十三世紀に、元の武装から、順用演唱形か、誠という帝君の称号を贈られ、 正式な新選となった。以後の王朝からも、神と公認され、同教での普遍的な称号は、誠う帝君と称される。カバノ州、永楽県の人。祖父は、唐の霊部次郎の領意。父は、海州志士の領譲る。氏は、勝利剣であり、州南山で秘宝を授かり、同志となったとされる。その姿は、背に剣を負った諸生で、青年、あるいは、 中年男性として描かれる。旅道品に関する資料として、純業旅マッサと文集、旅祖師、旅祖前書、旅祖遺書などがある。家去受験者であり、教養のある羊であることから優れた歯科をいくつも残したという伝承があり、現代にも旅道品作と名乗る、修行書や歯科作品が多数残されているが、総風の特徴を持つ作品が多く、 他の作者がその人気にあやかって固くしたものと考えられる。とは、相国シュートなど、反証拠や南戦シュート目を含める説もある。生まれながらに金形木質、鶴が亀骨、左眉の角に黒子があるなどの異形だった。母親が一羽の白鳥が、室内に入る夢を見た後に首相した、などの異常誕生誕がある。幼い頃から聡明で、 ついたちに万とを知したという。身長八尺二寸、好んで、火曜金をかぶり、黄色の乱山を着て、黒い板をぶら下げていた。二十歳になっても妻をめとろうとはしなかった。出世を目指し、家境に回受けたが、落第してしまう。長安の酒場にて、雲坊と名乗る一人の同志に出会い、修行の誘いを受けるが、出世の夢が捨てきれず、これを断った。 勝利剣が高齢を炊いている間、旅道品は歌寝をし、夢を見る。きょに旧大、出世し、両家の娘と結婚し、たくさんの子供を設けた。そうして四十年が過ぎるが、ある時重罪に問われてしまい、家財を没収され、家族は離れ離れとなり、左遷されてしまう。そこで目が覚めるが、まだ高齢は炊けていなかった。属性の儚さを悟り、勝利剣に、 弟子入りを求めると、銃の試練を課されることとなる。これを、見事こなした、旅道品は、晴れて、勝利剣の弟子となり、しばし修行した後、仙人となった。この話は、陳中期の、高領の夢と告示している。また、この、高領の夢に登場する量が旅道品のことである、ともされる。八千徳道伝、八千丼頭記など、民や真の紹介小説においては、 旅道品は勝利剣の死である、東家帝君の生まれ変わりである、という記述が多く見られる。旅道品が勝利剣から受けた銃の試練は以下のようなものである。すると突然、空中に大声が響き渡ったかと思うと、鬼神たちは皆、姿を消した。ただ一人、手を叩いて大笑いする者がいる。見ると、それは勝利剣であった。あなたを十回試してみたが、 心が固く、何事にも動じない。きっと仙人となることができるだろうと言い、彼は、旅道品を弟子とした。中国四大名牢の一つである、甲殻楼の言い伝えに登場する仙人が、旅道品であるとも言われている。また、彼は、楊家小演技にも登場する。そうと妖が争っている子、怒った、旅道品が、椿樹樹の生を連れて外界に下り、 呂を助けることとし、それを知った勝利剣はそうに味方する。旅道品が悪性に苦しむ民衆を助けるために出現したという伝承は各地にあり、三国時代の武将である幹部と肩を並べるほどの人気がある。家神、武神、試験の神、財神、おみくじ、占いの神、理髪師、文具、遊女の行神として、道教では主神として祀る病も多い。 また、全身鏡の階祖である王朝洋に田舎の酒屋で金丹道の苦血を与えたという説話から、全身鏡では特に重要視されており、江南の全身鏡同士であった内禅寺はそう、現代の旅道品の奇跡譚をまとめた純洋帝君新神を通記を編纂した。ありがとうございます。